はい、プラス思考はどこまでもアゲインアゲインです。スペーシアカスタム新車で購入して5年目になります。で、この前記念すべき20万キロ達成しました。ありがとうございます。ちょっとそのね様子をご覧ください。こちらです。20万キロスペーシアカスタム令和元年新車で納車したスペーシアカスタムが、5年経って20万キロ行こうとしております。皆様歴史的瞬間をご覧ください。やばい、199,999キロ。さあ行くのか20万キロ。さあ行くのか20万キロ行きました。おめでとうございます。やったー。すげえ。皆さんこれあんまり見ないですよね。20万キロって行きましたよ。これ皆さん、これ20万キロです。記念すべき20万キロ。まあ、それだけの話なんですけどね。まあ、車はごっつい丈夫ですよってことですね。国産車素晴らしい。はい、ということでね、20万キロを無事というかね、あったんですよ。で、僕ね、もうちょっと今回は皆さんこれから車買われる方とか、もうすでに購入されてる方でもいいんですけども、保険をねちょっと見直ししていただくきっかけになったらいいんではないかなと。別に保険会社の回し物ではないんですけど、まあ、僕自身運転歴が30年ぐらいあって、あの事故っていう事故はあんまりしたことないんですよ。で、車両保険っていうのをこの新車買うっていうのが生まれて初めて新車を買ったんですね。このスペーシアカスタム、今までは中古をずっと買い続けてきてたんですけども、新車を初めて買ったんですが、まあ事故せえへんやろということで、車両保険入りますかって言われたんですけど、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱ高いじゃないですか車両保険。いいですって言って断ってたんですよ。車両保険ってねめっちゃ高いんですよ。年間何万かねやっぱかかるんで、でそれを、まあ、保険会社によって違うと思うんで、それはご自身でお調べいただきたいんですが、はい、この5年間の間でスペーシアカスタム、なんともらい事故2回もやってしまったんですよ。おばちゃんにガッシャーンと、もうこっちの車線、おばちゃん、僕、おばちゃんは交差点の近くで、僕がここにおんのにこっちの右車線から右折、その交差点を左折してきたんですよ。僕もうえーってなってガッシャーンってぶつかった1回目で、スペーシアの左側痛ましたわけですよ。で、今回、まあ、その事故をきっかけにこうやってねドライブレコーダーでちゃんと証拠を取っとかないと、事故 の過失割合っていうのが不利になるのがすごい嫌だったんで、その時にこのスペーシアについてるドライブレコーダーがメモリがいっぱいとかなんかで、あ、取れてたんだな。後ろのカメラは社外品をつけてたんですよ。安いやつ、本屋さんで売ってるような、本と一緒に売ってるような5、6000円のやつ買ってたんですよ。で、それがね取れてたら、後ろから煽られてるところも取れてたらなお良かったんですけど、おばちゃんにめっちゃ煽られてたんですよ最初。で、そのおばちゃんが、煽ってたおばちゃんが横に僕を煽った後右の車線行って、その後交差点を左折したんですよ。そんなダメでしょ僕安全運転してるのにそこまで取れてたら結構過失割合は有利だったと思うんですけど、クソーっていうような思いがあったんで、こういうインナーミラーというか、つけたわけですよ。15,000〜16,000円で買ったんですよこれ。ちょっと安いの見つけて、もうだいたい30,000〜40,000するんですよこれで。もうこれで前も撮れるし後ろも撮れるし、スペーシアはスペーシアで前の映像も撮れるし、完璧やと思ってたんですよ。で、この前またもらい事故なんですよそれも2車線の同時方向の道で、こっちにホテルの駐車場があったんですけど、こっちのもたもたしてるレンタカー屋さん、レンタカーで借りた旅行の人が僕の前を横切って駐車場に入っていったんですよ。で、その方は後ですいませんって謝られたんですけど、誤解してたみたいで、対向車線やと思ってたんで、で向こうから対向車線の車来てないから駐車場に右折して入ろうと思ったら、僕が後ろから来たんでめっちゃ最初キレられたんですけど、なんでみたいな、なんでこんなとこ 俺からしたらなんで曲がってくんのっていう形やったんですけど、まあ、
勘違いされてたということで、これももらい事故じゃないですか。で結局車両派遣あの保険入ってない、代車 特約入ってないで、もう車も自走がたまたまできてたから良かったものの、きついなと思って、で次ね車両保険入るっていう手続きもしました。もうこんなあの自分自身のハンドル操作ミスで事故したとかじゃなくて、あ、こうやってもらう可能性っていうのがあるんだと。あともう一個は飛び石でねフロントガラス交換したっていうのをこの前あの動画上げさせてもらったんですけど、そちらでね、ちょっと事故の話もちょっとだけしてるんですが、もう大変でしょ。見てくださいこのスペーシア、ここガッシャーンと、もうミラーもかわいそうなことになって、はい、でフロントガラスはもう交換したんですよ。でこの子ね大事に大事にこういうのつけたり、こういう充電のやつつけたり、上にキャリーのね、船乗せたり、脚立乗せたり、いろんなことができるキャリーもつけたりとかして、すっごい可愛がってあの大事に乗ってたんですが、まあ、スペーシアカスタムがねもうあのフルモデルチェンジして、マイナーチェンジしてもフルモデルチェンジして、今もうこれが5年前の5年落ちなんですが、まあ20万キロもいって、でこれはもうずっと大事に乗り続けていくあの相棒として、まあ仕事でずっと使わせていただいてたんですけど、もう戦友ですよね。この傷だらけのもうランボーかっていうぐらいね傷ついたんですが、まあこの子ね、を乗ってて、スペーシアのいい点悪い点もちょっとお伝えしていこうかなと思います。でスペーシア乗っててよかったっていうのは、まず燃費がいい。だいたいまあエコ運転してなくてもリッター18ぐらいいきますわ、16、18、まあ、その辺前後してますわ、うん、であとはもうめちゃくちゃエコ運転したら25、6ぐらい僕記録叩き出したことあるんで、すごいいいです。で圧迫感ない、この天井が高い、僕あの座高が高い181センチの身長なんで、軽自動車はもう昔の軽自動車のイメージってもうこんな感じで、もう窮屈、もう肩凝る、隣の人ともなんか肩が溢れるぐらい近かったのが、こんなね間口も広くてめっちゃええやん最近の軽自動車っていうことで、5年前にね新車で購入したっていういきさつがあるわけですよ。いやほんとね、いいなと思います。燃費がいい、あと車内が広い、ですね、おしゃれ、デザインがかっこいい、あのこのグリルが顔面がね、僕一目惚れで、めちゃくちゃかっこええやん軽自動車、アルファードならぬちょっといかつさがあって、まあいかつい系のね見た目好きなんで、いいなと思って購入したっていういきさつがあります。でこれターボ車じゃないんですよね。グレードによってはターボついてるやつとターボじゃないやつとってあるんですけど、Z グレードになるんですが、ものすごい燃費がいい。その代わり、まあ、デメリットを言いましょうね。道が悪い時、すっごいサスが硬いんで、ガンガンってサスが壊れるかなっていうぐらい、乗り心地はやっぱ悪い。乗り心地かな。うん、あえて言うなれば悪いところ。うん。まあ、それ以外はね、燃費がいいのは、これ、特殊な鈴木さんが出してるこのプレートがね、ものすごい特殊なプレート使われてるんで、車体自体がすごい軽いんですよ。はい。なので、軽いイコール安定性があんまりないってことです。高速走行してるときは、やっぱり右、左行くときは、ふわーっとこう、やっぱり持っていかれやすいっていう、重心が軽いので、そこの部分はちょっと、ふわ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 ふらつきはあるのかなっていうふうに感じました。はい。あとね、もう一点。これはちょっと致命的というか、沖縄に住んどったら、ちょっとしんどいなと思うのが、エアコンがめちゃくちゃ効きづらいです。ここはね、ちょっと注意していただければなと思います。ダイハツのウェイクも持ってたんですけど、もうダイハツのウェイク打ったんですよ。でそのダイハツのウェイク、同じ軽自動車なのに、
もう寒いぐらい聞いてくれてたんで、あ、スペーシア乗るときでエアコン効きにくいなっていう、もう印象がすごい残ってて、今の新しいもうフルモデルチェンジしてるものがエアコンがどのぐらい効くようになってるか僕は知りませんです。はい、ということですね。で、あとはもう操作パネルとかもこのあのハンドルにもいろいろついてて、モードの切り替えとか電話もね Bluetooth で喋れたりとかっていう便利な機能もついてるんで、あ、最新の軽自動車、さすが令和の車やなっていう風に感じました。あとこのね革シート、すごい上質でいいんではないかなと思います。はい、スペーシアカスタム新車購入から約5年経った僕自身の感想と、今後ねこの相棒から、戦友に昇格した、ボロボロになりながらもね僕自身のカーライフをね守ってくれた、このスペーシアカスタムに敬意を表しながら、今後皆様の車買う時の参考にしていただければなと思っております。すごいあのキャンプとかするのにもいいですよ。後ろねバターンとフルフラットになったりとかするので、であとはあのキャンプ用のねこのなんていうのフロアマットとか僕買ってるんですけど、まあ濡れた、体で入っても、まあ、パパパーとこう丸洗いができるというマットもいいですし、キャンプにはもってこいかなと思いました。以上です。ありがとうございました。